Hi everybody! グロイクベイビーステップ21ヶ月目、キーワードは人間力です。14個目のセミナーですね。グローバル社会に必要なアイデンティティということで、このテーマはですね、グロイクの本当に軸になるようなテーマですから、しっかりしっかり理解できるまで本当にね、何回も見ていただけると嬉しいなというふうに思います。グロイクを進めていく上でもう本当に大切にしてほしいことなんですけれども、西洋の真似をするわけではないよ、バーリンガルの真似をするわけではないよ、イングリッシュネイティブスピーカーの真似をするわけでもないんだよというところ、ここをですね、もう頭にしっかり叩き込んでいただきたいなというふうに思います。で、これをお母さんがいつも意識しているかどうかで、お子さんに与えられる、提供できる環境というのがもうすごくね、変わってくるんですね。で、ちょっとしたその日々の変化が将来に大きくつながっていきますので、これはですね、ぜひ、いつも意識しておいてほしいことの一つです。地球上においての自分軸を見つけるというのが、グロイク流のアイデンティティです。アイデンティティって何だろうって、グロイク始めるまでなんかアイデンティティっていう言葉自分でこう考えたことなかったなっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、アイデンティティっていうのは本当にもう自分らしさですよね。地球に生まれて自分と同じ人っていうのは誰一人いないわけですね。で、日本にもいないわけですよね。で、それを地球という大きな規模で考えた時に、じゃあ自分は地球でどういう役割があるのかとか、他の国から見たら自分って一体どういう人なのかっていう、自分らしさ、自分のアイデンティティをしっかり知るということが今の日本人に、とても求められていることなんですね。で、今日はちょっとね、表を使ってその自分軸とは一体何だろうというところを考えていきたいと思っています。横の線があります。で、これはスペースと書いています。横軸ね、これスペース、つまり空間のことです。空間軸ね。で、縦軸があります。これはタイムと書いています。見えるかな。これが時間のことです。下に書きましょうね。縦軸は時間のことです。つまり横軸は空間軸で、縦軸は時間軸。じゃあこれは一体どういう意味があるのかということなんですけれども、空間軸っていうのは地球をぜひイメージしていただきたいんですが、地球がありますよね。で、今自分が立っているところはどこでしょうか。このセミナーどの国から見てくださっているんでしょうか。日本でしょうか、それともアメリカでしょうか、オーストラリアでしょうか、いろんな国がありますけれども、どこかの国から見てくださっているわけですね。で、その自分が立っているところから、くるーっと一周、地球を一周考えてみてください。そうするとそれが空間軸になるわけなんですね。いろんなこう場所があり、国があり、地域があり、いろんな、例えば南半球があり、北半球があり、南半球があるという、その空間、スペースのことですね。で、そのスペースの中での自分、つまり、皆さんは日本人かもしれないし、他の国籍の方かもしれないですし、自分のアイデンティティを空間軸で考えた時は、そういう文化的なものだったりとか、国、そういうものですね。で、私の場合は日本人というアイデンティティがあります、空間軸の中では。で、他に言うと、大きく捉えると、例えばヨーロッパの方から見ると、私は日本人というよりかはアジア人というアイデンティティとして見られるわけですよね。で、そういうふうに空間軸の中でいろんな国があって、で、その中で自分は一体どこ出身なのかという空間軸の中でのアイデンティティ、それが、まずスペース、この横軸で考えていくアイデンティティですね。私の場合だったらアジア人だったり日本人だったりということになります。じゃあ今度縦軸を見ていきましょう。縦軸は時間軸です。
でこの時間というのはここの一番下の部分は自分が生まれた時です。でもっと下に行くと、自分が生まれる前という時間軸でもあるんですね。で、これはどういうことかというと、自分が生まれてきてからの時間軸の中には、どういう家庭の中で育ったかとか、どういう地域で育ったかとか、どういう時間を過ごしてきたか、誰と過ごしてきたか、そういうことが自分のアイデンティティとして、つながっていくわけですね。例えば、我が家は政治家の一家なんですとか、音楽一家なんですとか、そういう家庭のルーツというのもあると思いますし、また生まれてから自分が多く時間を費やしてきたこと、例えば私だったら、エレクトーンを10年間習っていましたとか、そうですね、自然の中でたくさん過ごしました幼少時代はとか、あとオーストラリアに5年間住んでいましたというような、自分が経験してきたこと、それから自分の家庭のアイデンティティということで、その家系、そして自分がどういう時間を過去から今まで過ごしてきたか、そしてこれから過ごしていくのかというのが、時間軸のアイデンティティになるんですね。でそうすると、グローバル育児でいう、グローバル社会に必要なアイデンティティは何かというと、ここになります。この真ん中の部分、この真ん中の部分が自分軸です。空間の中での自分、それから時間の中での自分ということで、両方を合わせた軸が自分のアイデンティティです。でこれをしっかり分かっていると、どんな国の人と交流する時も、でどういう分野の方と交流する時も、自分というのはすごくよく分かっているので、どんなに英語が片言であろうが自分に対する自信というのがあるんですね。そして謙虚な気持ちでどんな国の方とも、どんな異文化の方ともコミュニケーションを取ることができるということで、このセミナーぜひ皆さん何度も何度もね聞いていただけたら嬉しいなと思います。自分軸が一体何なのか、グローバル社会に必要なアイデンティティって一体何なのかっていうことをご理解いただけるととっても嬉しいです。グロイクベイビーステップ2、1ヶ月目のキーワードで人間力、14個目のセミナーでグローバル社会に必要なアイデンティティについてお話ししました。